ロッテがついにパリーグ前期優勝を決めました。昨年に続き山口監督が宙に舞います。試合は2回裏、ロッテが西武の先発東尾を攻め、ワンアウト三塁一塁のチャンスを使います。ここで7番の井上がライトに犠牲フライ、三塁から有藤を迎え入れ、ロッテが待望の先制点を挙げました。ロッテの先発西名は7回まで西武を3安打に抑える好投を見せます。しかし8回、立花に右中間スタンドに痛恨の4号ソロホームランを浴び、試合は1対1のタイスコア。西武も優勝へのわずかな望みをつなぎました。阪急が負けたためマジック1となった9回裏、2アウト満塁のチャンスから高橋がレフト線に劇的なサヨナラヒット。パリーグ前期はロッテが2年連続の優勝を達成しました。昨日、佐田岡杉の必勝リレーで失敗した巨人が太陽甲羅研究所に迎えての13回戦が午後6時から巨人加藤、太陽佐藤の先発で行われました。1回に2本のホームランで2点を先行された巨人は4回、原ホワイトの連続ヒットで2アウト2塁1塁と反撃のチャンスに、松本は左中間を深々と破るツーベースヒット。巨人は松本のタイムリーツーベースヒットで2対2の同点に追いつきました。そして巨人は6回、エラーで出塁したホワイトを一塁に置いて、山倉が太陽の2番手池田からレフトスタンドにツーランホームラン。山倉の4号ホームランで巨人は4対2と試合を逆転しました。巨人は7回にも1点を挙げ、守っては加藤が12奪三振の3失点に太陽打線を抑え、結局5対3と太陽に逆転勝ち。加藤は2年ぶりの完投で5勝目を挙げました。巨人はこれで太陽に1つの引き分けを挟んで9連勝、貯金を16と伸ばしました。その他、阪神は岡田によるプロ野球タイ記録のチーム3試合連続満塁ホームランなどで広島を下し、2位に浮上しました。